藩旗は中国春秋時代の進むの政治家、将軍。生は姫、死は藩、みなわき、送りせん、官祖の諸子、藩の武子と呼ばれる。藩旗は諸子という立場上、当主の座とは無縁の立場にあったが、着兄の藩向きが、夫人の病にかかって、着子の座を辞退したため、藩旗が兄に代わって、紀元前566年に官祖の後を継いで、 藩死当主党首になった。その6年後の紀元前560年、政教、中軍の将の佐藤氏と家軍の助の司法とが相次いで亡くなり、順送り人事で、順延と氏が昇進した後の上軍の将の公認として、伊丹公からその地位に任じられるが、藩旗はそれを辞退し、代わりに、父の関結が貢献していた、長武氏を推挙した。伊丹公は、その謙虚さに感じ入り、 半旗を、蝶武氏のすぐ下の上軍の助に任命した。これ以降寒旗は、蝶武氏と共に国政に当たっていくことになる。その後寒旗は、蝶武氏や、羊絶、と共に進むと諏訪への講和に尽力し、紀元前546年に、ユハズ兵の会にて、諏訪へや聖、帝、総統の周辺諸国との講和を実現させるに至る。紀元前541年に、 長武氏が死去した後、半期はその後任として、政教中軍の将となる。だが、父の完結が製品を貫いて、加算をあまり残さなかったために、政教としての活動がありがたいことを、宿向きに語った。これに対して、宿向きは、かつての乱死や客死は裕福であり高慢であったために、人の恨みを買って滅びました。今あなたは貧乏であるので、 特技を行うことができますと逆にその製品さを祝った。これを聞いた、藩季は滅びるところをあなたのおかげで流れることができました。先祖監祝以下、感謝いたしますと期待づいて、祝向きに礼を言った。紀元前514年に病没。死後、戦を送りなされ、藩信子と呼ばれる。ありがとうございます。